お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイドやっていくんですけど、今日はですね、こちら高回転ゴーストユーのゴブドリデッキやっていきたいと思います。今ね、まあ、ゴブドリもちろん流行ってはいるものの、いろんなね形がありますって、多分ケンツがねそんな感じの動画を出してたんですが、あのゴーストユーの方はね、紹介していきたいと思います。これね、もうマジで陸しかないんですよ。で、もうテスラとポイズンしか、まあ、体育ないんですけど、ファイスピと、全然ラバにもね、戦えます。てか、今めちゃくちゃね、直近勝ってます。なんかね、大型がやっぱ多いですね。そう。で、まあ、こんな感じのマッチングになってるんですけど、なんかもうね、陸で攻めまくって攻めまくって、もう空は後から対応みたいな、もうそんな感じのね、イメージ持ってもらえたらいいかなと思います。で、8000からちょっと落ちちゃったので、まあ、8000までね、ぶち上げていこうかなと思います。さあ、よろしく。ちょっとね、今期はホグで8000いったものの、その後マジいろんなデッキ使いすぎて75まで落ちました。で、それを今ね、この高回転ゴブドリでもうね、ぶち上げてます。300ぐらい今上げてるとこかな。あと200ね、7回上げて8000戻って、みたいな流れにはね、していきたくて。で、ちょっとね、一つだけね、なんか思うことがあって、ゴーストユーのここ最近すごい暴れてるなっていうイメージがあるんですよ。まあそのペッカがね、ちょっとこう強かったり、今はね、ゴブドリのせいでいないんですけど、こう、まあペッカであったりだとか、なんか、なんだろうね、なんか全体的に、ちょっとゴーストユーの強くねっていう、まあこのデッキを使ってるかもしれないんですけど、ゴーストユーのだけでデッキが成り立っちゃうんですよね。そう。だからもしかしたら、今後ゴーストユーの過保来ちゃうんじゃねえかな、みたいな思いも、若干、まあ、ないとは思うんですけど、ないとは思うんですけど、めっちゃ強いのよね。なんか、3コスでとりあえず入れとけばいい陸枠のゴーストというので、範囲と単体に強くて、で、両方いればどっちも対応できてみたいな。なんか、最近、強えよなっていう。なんか、まあ、他のね、マザーネクロとか、トリトンとか、まあ、そんなのと比べたらもう大したことないよ。全然大したことないんだけど、まあ、僕はよく使うっていうのもあるかもしれないんですが、めっちゃ強いんだよなっていうのを実感してるんですよ。それをちょっとね、まあ、お見せしつつやっていこうかなと。だから下方、まあ、されないと思いますけど、されると嫌だなっていう思いがマジでありますよね。さあ、こう相手ペック来たのでもうぶん回します。で、ダックプリ来てもそのね、もうボコボコにしてくれるこの U のゴーストたち、よいしょ。さあ、ドリル無双で、これはね、テスラの方に寄せてあげれば、なんかいい感じになりそう。で、これね、いいところがあってね、防衛ポイズンなんですよ。まさかの。その、普通はというか、ファイボとか。あとなんかね、最近この、ポイズンの枠がプリンセスになった方とかもあるんですけど、さあ、これはね、さすがに防ポイ枠通らねえよ、というので、グッドゲームですね。その、レジェンドっていうね、元ノバ、元キックスである、世界大会優勝もね、したことある、レジェンド選手が30室会の、お分かりでしょうか。その方がね、このデッキを使ってて、やってましたね。なので、それはね、ちょっとパクりました。前回の動画の最後の試合かな、多分載ってると思います。よし。OK。まあまあまあ、あと3勝ぐらいでね、戻れます。8000、ぶっち上げます。そう、おい、来たー、ななみかんぼうや、ぼうやさん、よろしく。さあ、皆さん、行きました。みかんさん、喜んでんな、俺と当たって。マジか。メガゴー。みかんさん、何使ってんだろうな。まあ、どうせなんかその、変なデッキ使ってますよね。あ、ゴレやんけ。ふざけんな。さあ、これ、いや、みかんさんはでもね、なんか、ダクネ型じゃなくて、よくライドラ型とか使うんですよ。ムートとか。だから、僕はそっちだと信じたんですけど、ダクネ型でしたね。これダクネ、チンパやないかい。さあ、来るぞ。これ、これだ。これ。よいしょ。さあ、ポイズンマジで最強なんだね。本当に。このポイズンの円にいる間にダークネクロを溶かせると、ダクネからね、こう死亡時のコウモリ、生まれてきたコウモリもポイズンで溶けるので、ポイズンをダクネに当てれる時にこうウッドとかタルババがあったらね、絶対ですし、まあ、なかったらゴースト一発だったりボンバー一発とかね、殴ってあげたいですね。さあ、これは美味しくない？ボンバー裂いたよ。で、メガゴー、リババー、
エリババもあんのか、みかんさん。それちょっと話がちげえな。それちょっと話がちげえよ。エリババ型ね。オッケーオッケーオッケー。これみかんさんだよね。偽物じゃないよね。なんか、デッキがもうみかんさんじゃないからさ。もしかしたら偽物なんじゃないかっていう容疑が。疑いがね、かかっちゃう。ファイボ型だ。みかんさん。ちょっとファイボ。しかも今、地味に縛ったっすよね。よしよし。これちょっとおしゃれにね、ダメージ稼いでいくぜ。ユーノ、ピッピッピー。いや、これがね、好きなんですよね。ユーノの3コスの、もう良さをね、最大限に、そう、引き出したね、攻めですよね。さあ、来そうだな。これ受け？うん。エリババいたもんな。でも相手ね、ミカズ多分、ヤナメザップとか、なので、これ俺の攻め突破できないと、突破というか、この防衛を突破できないと思うんだよな。で、俺がポイズン使ったら、そう、ダークネクロっていう。まあ、このサイクルになってくると思うんだけど、俺も回転早いから、別についていけなくなることがないんですよ。さあ、ここですね。棒ポイして、このゴーストでダークネクロを殴ります。よしよしよし。よしよしよし。そしたら、このゴレのダークネもね、解けるので。オッケーオッケーオッケー。これー、まあ、僕の負け筋はこのベビーメガゴかな。ベビーメガゴが、やっぱ厄介。うん。一生空飛んでるからね。あと、ファイボだからこのベビー削りですね。やっぱベビーメガゴで無双したいっていうのがね、出てますね。いや、でも今のはいい取るね。さあ、両サイね、攻めていきます。もう、ボンバーいるけど、まあ逆に言うとボンバーしかいないので。ボンバーがもう、行かれた時には痛いよ。痛いよ。痛いよ。ミカンさん。ミカンさん、俺の動画のために負けてくれてありがとうございます。ゴルウキかな？いや、マジで。そんなこと言ってるとボコボコにされる。いや、これでも神相性レベルだと思うんだよな。マジ、ベビドラだけね。ベビドラだけ。で、ベビドラの実際もきついので、棒ポイしていい気がする。うん。あ、キュ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 。よしよしよし。で、このポイズン溶けてからの追加のね、エリババダックネとか、まあそういったところはね、気をつけつつ。で、このデッキのまあ意識することとして、ボンバーを一番回数出すぐらいの気持ちでいいと思います。ボンバーがマジで強いので、もうボンバー出しまくりゲーミングでいいと思います。で、こういうね、ちょっと残ってたらね、ワンチャンブッパ行きたい欲が出てきちゃうっすよね。裏にやって。で、ゴーストがね、これ範囲で実は殴ってんだよな、みたいな。で、こんなところでポイズンを使って俺は今大ピンチってやつですね。で、みかんさんもそれに気づいてる。でもドリルポイズンで勝てるんだよな。多分。時間。オッケー！おい、ゴブドリから出てきたゴブリンが殴った。ナイス、みかんさん！ありがとうございます。よし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 。ザエクスペドロだ。まあ、ロイとかよく使ってますね。まあ、とりあえずゴースト、ボンバーあたりから裂いていきたいね。ボンバーマジで強いんですよね。最強すぎるので、もうボンバー出しとけばなんとかなるとか、損がない、絶対。よいしょ。で、これちょっと裏に出して、ユーノ追加まで行っていい気がする。相手、攻めやな目で、無って、結構コスト使ったんですよ。よしよし。あー、で、ボンバーとダクピか。いや、このね、勝てえよな、ファイスピと。俺と同じようなデッキしてんな。多分同じっすよね。多分なんだけど。多分ミラー対決かな。これスキャで囲めるときと囲めないときの違いが俺分かんないんですよね。いや、痛すぎー、このボンバーくん。で、ドリルファイスピーがさっき来てましたね。一応じゃあそれだけ警戒して、ゴーストと。さあ、テスラから入ってくる。まあ、それは別にいいっちゃいい。いや、どうしようかな。ヤナメでしたね、ちなみに。ヤナメっていうのがやかい。さあ。次ね、僕のボンバー絶対ヤナメ撃たれるので、ゴースト回します。回ります。回転が早いんでね。で、ファイスピ。うわ、そっちか。これ絶対ちょっと相手狙ってたっすね、今。なんか、内側だったね、ドリルが。いやー、待ってよ。そこまでしろとは言ってない、言うの。いや、でもこれ結構きついんじゃない？普通は。普通はね。
いや、ゴースト透明ナイス。熱いね。このゴースト強いよな、マジ。よしよしよし。いや、結構入る。で、今、ドリルで逆サイドに行かれたんで、一応それも警戒して、逆サイドにユノ出します。さあ、穴雨なんでね。これもまた同じで、僕のユノゴーストがそこそこに生きると思うんですよ。これしかも走るよ。うん。さあ、テスラ。かなんで、ゴースト。まあ、ボンバー読みとかじゃないですか。まあ、ボンバーじゃなくても腐んねえって。さあ、ブッパですね。あ、ファイボ、あれ？ファイボやなめか。いや、でも、ファイボ打ったけど、いろいろ残ってる、逆にいい感じみたいな。しかも、ユーノに竹がいってる。いや、神神神神神すぎんなんか。いろいろラッキー。オッケーオッケー。で、ゴーストで拾う。拾う。ファイボ来る。耐えたい。いや、耐えたい。いや、まあ、その、ファイボはね、マジで違うの。これ。ファイボやばいっすよね。僕、ポイズンだから、相手と同じなのに、相手の方が一個ね、上手というか、いいんすよね。よいしょ。ファイボのマジノックバックがえぐいっすよね。いや、ポイズン打っとくか。一応削りでね。いや、ボンバーあそこは円に。いや、ゴーストに竹行け。熱いやつ、ゴーストに竹行かないか。行けよ。行ってくれよ。一応、ヤナム警戒。よいしょ。オッケーオッケー、ナイス。いや、ある、マジである、マジである。もうぶっぱっすよ、ぶっぱ、ぶっぱ。結局はもうぶっぱゲーなんすよね。で、言うのが、言うのが奇跡起こす。こ起こせ。オッケーオッケー、オッケーオッケー、言うのが、え、そっち、いや、ダメ。いや、来た来た来た。いや、これよ。マジで。前も後ろも抑えないといけないってなった時に、ダクプリ1枚だとね、抑えられないのよね。もう、言うのゴーストチンパンでございます。でけえ！さあ、来たよろしく。この人はね、陸で攻めるデッキが得意な人だと思うんで、まあ、ラムライダーとか、コジョババとかかな。さあ、ディガーだ。高回転ですね、普通の。ってことは、まあ、バルキリーかダックプリどっちかいますね。どっちか冴えてくんねえかな。いや、トリトン？なんだ？あ、ラバルかな。トリトンディガーってなったら、もうラバルぐらいしか、ゴレ？あれ？多分ゴレ？あ、ちょっとスキ早かったな。いや、ラバの、なんかあんまり、なんか変なこと。んジャイホリか。いや、ジャイホリ嫌ですね。でもしかしたら、なんかなんて言うんですか。スケラの可能性もある。ジャイ、でもジャイディガーだな。ディガーあったっすね。嘘です。さあ、ジャイダクネ、サンガゴ、ボンバー、トリトンかな。ボンバーはまだ見えてないけど。ザップか。ファイザップだと思うけどな。今の環境だったら。もしかして、ドリル系ないとかないかな、この相手。さあ、橋間優奈だとこでもう一枚出さないかな。オッケーオッケーいいね。熱い熱い熱い。サンガゴサンガゴ厄介っすよね、マジで。で、まあ、ダクネにはポイズン使っていきたいよね、みたいな、そんな感じかな。さあ、ダクネ来た。まあ、あれはゴーストとポイズンとか、ボンバーとポイズンでやれるので、まあ、ジャイ来たらテスラ置いて、ポイズン打って、で、ディガーだったからスケラは絶対ないな。これで、まあまあまあ、事故は絶対なくなりますよね。相手、これ、陸、まあ、ダックプリあると思うんだけどな。ねえのか？あれ、ちょっと回転早いっすよね。なんか、雰囲気一こそ多めの。さあ、いや、テスラ強。鬼頑張るじゃん。これないならめっちゃ相性いいけどな、これ。さあ、とりあえずドリル行ってもらって、ポイズン打って。ああ、ジャイ受けか。いや、いやらしいですね。いや、でもこのゴブリンでジャイがほぼ溶けるっていう。いや、テスラいらなかったかもしんねえな。いや、でも全音掃除、全音掃除、全音掃除。これもしかしたら神相性かもしれない。もしかしたらね、相手なんか、うわぁ、なるほどね。神相性とか言ってるとこういうことになるんだけど、いや、テスラが、えぐくない？いや、マジで。全音掃除。これ多分、相手諦めるっすよ。もしかしたら、しかもザップだけの可能性も出てきた。今ので。まあ、ここでポイズン使った時の僕はガゴムレにね、しばかれるっていう未来がやや見れるので、そこだけね、気をつけていこう。そこだけ気をつけていくんだけど、まあ、テスラあるからなーって思いながら。で、ガゴムレ来たらもう一回テスラ置けばいいよねって。オッケーオッケー。
や、マジで。泣いてー、ふざけんなって感じだろうな。まあ、ガゴガゴ系、僕きついんだけど、それ以上にテスラがやっぱ強すぎる。うわー、なんかディガー防衛してきちゃったけど、逆にいいみたいな。あんま攻めポイズンはマジで使うのは僕怖いんでね。いや、そっち行くんかいっていう、マジで。まあいいけど。さあ、で、テスラ。テスラで三角あれ溶かせねえかな。やつ。タゲがプロかよ。で、まあここね、ボンバーを溶かしに来たんですけど、まあ焦らずね、守れば余裕じゃないでしょうか。で、ポイズン圏内でしたね。ごめんなさい、気づきませんでした。本当に。さあ、まあこれは神相性と。ジャイガゴガゴ。珍しいね。これもすごい昔のデッキですね。ここ最近だと本当にね、マジックアーチャー、デリバリー、マザーネクロとかでガゴガゴ系のね、ちょっと評価が下がってますよね。まあ、ガゴは強いけどね。よろしく。でね、意外とこのデッキ両サイド攻めしたくなるんですけど、まあする時もあるんですけど、なんか例えば相手のデッキはロイジャイとか、基本的に1対1の勝負になるだろうなっていう時とかは、なんか思った以上にもう片サイド、なんかカウンターで全部ウッパとかでもいいです。あ、これプリン型ですね。ミラーのミラーだけどプリン型みたいな。そう、プリンセス型がね今出てたんですよね。だから僕のプリンが嫌なんですよ、ね。ミラーだとプリンが厄介、マジで。そう、僕のポイズンがないんで、まあ、ぶっちゃけだから、ゴレとかきついと思うんですよ。ダクネとかね。そう、でも、こうミラー対決になってくると、このプリンがマジでね、ずっと飛んでる。いや、あれ、厄介だな。いや、勝ちたいね。ミラーのマジで、ポイズン VS プリン版。ポイズン、もともとまあ、このミラー対決とかだと打つとか、ね、打つ気ないじゃないですか。いやだからそれがね、いやマジで。でもこういうのも逆に許容しちゃって、あれ？名前出てきちゃった。許容しちゃってさ、逆にこれカウンターゲーミングあるけどな。いや、ドリルも飛ばしてけどな、ボンバー来んのかな。さあ、ボンバー低め。いや、いい受けっすね、相手も。オッケーオッケー、ドリル飛ばさなくてよかったっすね、ある程度入った。まあ、8枚プレイに痛いんですけど、その分、相手もね、リスクというか、コストを使わないといけないので、3コスね、使ってるから。って考えたら、意外と。さあ、言うのにタギ、いかねえか。さあ、まあ、ほぼミラー。ほぼミラーな。プリンだけど、ダックプリーノなんだな。ゴーストじゃないんですね。ダックプリーノだ。だから回転が遅い。いや、でかいでかい。回転が遅いの、マジででかい。いやー、隙読みボンバーやってよかった気がしたなー、これ。そういうとこっすよね、マジ。さあ、からのドリルボンバーですね。これが強い。よいしょ。ボンバーが一発。いや、マジででけえ。ボンバーマジで強い。さあ、これポイズン打っちゃおうかな、ちょっと。一応、事故だけ警戒。ゴースト、ファイブ来るかな。来ない。よしよしよし。もう、ね、本当に。ぶっぱげぶっぱげぶっぱげ、そこそこにぶっぱでいいや。で、まあユニット全部残ってるけど、ちょっと焦らずね、焦らずね、焦ると終わる、焦ると終わる。よいしょ。しっかりボンバーとゴースト離しとけば、まあある程度は大丈夫だよねっていう。よしよしよし。いや、いいよいいよ、いい受けいい受け。で、あのプリン一応やるか。やって、まあ、ドリル、やっぱ単品系だとしょぼいっすからね。よしよし、8枚プリンだ、警戒して。いや、なんかすごい、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 すごい。いや、でもゴーストいるから、これ相手。ゴーストで対応するでしょ？ちょっと行くか。そろそろ攻めなきゃ。結局、ドリルのこの、なんか数発が勝手に入るだけでもダメージでかいっすからね。ポイズン塗っちゃいます。やばい。ポイズン塗ったことにやって、やばい。マジでやばい。笑え。8枚プリン。よしよし。いや、ゴーストある。いや、これ、マジで怖えな。
ファイボ。大きいファイボ来るかと思った。ポイズン2周だな。ポイズン2周？いや、ドリルの強制ダメージ。ドリルの強制ダメージ。いや、ゴーストサイト熱い。ポイズンで、スケを、スケをはみ出せ。はしめプリン。はしめプリンじゃないのか？はしめプリン。はしめプリンマジで来ると思う。はしめプリン来ない。はしめプリン全然来んやけ。いや、来た。来た来た来た。ポイズン来た、ポイズン来た、ポイズン来た。よしよしよし。あぶねえ、はしめ。はしめプリン。来そうな時に全然来ないねんな。いや、でもプリンね、厄介っすよね。今、高回転ゴブタリー、こう、ウッドとかがね、入ってないのめっちゃ多いので、ちょっと僕もまあ困ったらね、このポイズンの悪プリンでね、やりたいな。さあ、よろしく。初手ドリルはね、あんまおすすめしないね。このデッキだと。というのも、もうみんなドリルデッキが多いから、単純にミラーだった時に、あれなんですよね。先に攻めてカウンター受けるだけみたいな、なっちゃうんですよね。これちょっと相手が、攻めてきたんで俺も攻めます。いや、ボンバー奇跡的に残んねえかな。いや、残った。一発？まあ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 。まあまあまあ、ミラーミラーまた同じデッキですね。いや、プリン型バカ流行ってますね。プリンね、はしめプリンいちいち警戒しないといけないの安くね。これでだってコスト使わないといけないんじゃないですか僕。まあでもそしたらサードなわけですから、ここをちょっとね攻めていきたいね俺は。好きで受けりゃいいかで、自由の追加してあげて、いや、いいよ。で、裏にね、相手も出したい。いやー、これ、ドリル逆サイドだったらもっと良かったのかな。このボンバーが、マジで強い。で、ここで U の追加とかね、本当は狙っていきたい。U のもしかしたら、この流れてくるボンバーに追加用でもいいかもしれないですね、僕。はしめプリンか？いや、さすがにそんなヤンキーはしてこないか。さあ、スケでしっかり押さえてあげて、いや、今流れがいいんですよ。相手が攻めてきたのを僕は守ってカウンターっていう流れになるので、基本的にずっとエリアドを取ってるみたいな状態になってるんですよね。まあそれもだからこそ逆に端前プリンで生まれたみたいな。よいしょ。これちょっと痛いな。なんかドリルじゃないかった気もしないこともないけど、まあカード回しだしっていう。さあ、これちょっと受けます。スケぐらい出してもよかった感あるけど、逆サイドもちょっと怖かったよねっていう。さあ、ごめんなさい、ちょっと調子乗ったテスラ、ちょっとだけ調子乗ったテスラ、ごめんなさい。よしよし、まあまあまあ、さあ守ってカウンター、ドリル残ってる、行きたいよ。U の追加、これ言うの、いや、なんで走んないんだ、俺の言うの。ちょっとサボり気味だな、今日。いや、でも、いや、サボり気味だな。もうちょっと、もっと走ってほしい、もっと。いや、だダメージめっちゃ入ってんだ。でかいでかいでかい。いや、居残りテストラナイス。相手ちょっと回転遅いっすね、僕からしたら。僕はちょっと早すぎるだけなんですけど。あれ？ドリル飛んできたよな、やっぱ。やっぱ相手ちょっと回転遅いのが、俺からしたらでかい。いや、一旦ステイしようか。ちょっと今イケイケすぎる気がしたな、流れが。よしよしよし。いやー、これプリンなんか逆サイドにちょっと、逆にこれ両サイドいけるみたいな。ない、え、ちょっと待って、危ない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 。いやー、ちょっと待って、追いつかれちゃった。あー、テスラが、うちのテスラボンバーやってほしかったな。なんならボンバーをメインにやってほしかったな。さあ、ダクプリサイター、これポイズンじゃない、さては。いや、言うのがバグる、言うのバグる、言うのバグる。いや、バグってくれよ。いや、これマジで8枚プリンも警戒しないといけないしみたいな。いや、オッケーオッケー。いや、いいよいいよいいよ。いや、いいよ、マジだろ、マジで。いや、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。危ない危ない。じゃあプリン、プリンマジで邪魔。いや、ドリル飛ばしたいけど、あんま飛ばしすぎるのちょっと怖いんだよな。
いや、読んだわけではない、別に。相手の最後のファイボ攻めマジで怖いんだよ俺。もう攻めていきます。ボンバ、よしよし、ボンバ引けたのマジでかい。でも回転ですね、もうマジで僕多分回転早いから一生攻めなきゃいけないですね。そうそう、相手と同じ回転にしたらよくね。もう相手の回転とかも無視です無視です無視です。俺の世界に招き入れろ。よしよし、オーケーオーケー。もう最後のブッパがね違うよね。やっぱこうなってくると回転力速い方が強いのかな。プリン結構嫌なんですけど、さっきの相手も全く同じだね。これが急に入り始めてる。逆に美味しいまであるな。あ、皆さんマジでこの高回転ドリル、プリンセス型とかもねありますし、ぜひね、使いやすいと思いますし、楽しんでね、ほんとめっちゃ好きです僕こういうの。使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。